審査員たちのジャッジは甘くない。そんな中、はい、どうぞ。そちらで。はい、吉原舞香です。ご自分のペースで入るんですけどね、はい、な長い目のペルで受話器を取った君、名前を言わなくても声ですぐ分かってくれる。嫌なことがあった日も声を聞けば自動的に Sun will shine。 It's automatic。 抱きしめられると君とパラダイスにいるみたい。キラキラ眩しくて Oh, oh yeah, I feel so good。 It's automatic。なんかスローな曲ってレパートリーであります？すぐ歌えそうな。ああ、はい、一節でもスローな曲、はい、何でもいいか。 Your everything Your everything、 あなたが音楽家としてやっていきたい覚悟とかはあるんですか？あります。あるんですか？はい。うん、もうそれしかないと思って。うんうん、はい。じゃあ私から。吉原さん。合格です。おめでとうございます。何ですかね。何か惹かれるものがあったり、佇まいであったりとか。音楽とはまだ違うんですけども、結構大事だったりするんですよね、はい、雰囲気であったりとか持っているものであったりとか、何かそれが感じられました、はい、僕は実は残念にしたんですよ。っていうのは喋ってる時の目力が歌ってる時になかったっていうのがあるんだ。それを逆算したんですけど、ちょっと落ち着きがなくなっちゃうっていうか、どこ見てるのか分からない目線うつろな感じで歌ってたら、それは誰にも伝わらない、絶対に。そんな歌を聴いて誰も多分感動しないと思うのね。だからそれは絶対に避けなきゃいけない。僕ら探してるのはボーカリストだから。はい、はい、ありがとうございます。期待できます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。大丈夫ですか？こんにちは。アカペラなので慣れなくて、ちょっとどこ見たらいいんだろうって。まあでも自分の歌は歌えたと思うので合格をいただいて嬉しいです。続いての挑戦者は、こんにちは、福田茜です。脱アイドルで歌って生きていこうと思ってます。よろしくお願いします。恋人と呼び合える時間の中で特別言葉をいくつ話そう。夢に花、花に風、君には愛を、そして孤独を包み込むように。はい、ありがとうございます。皆さん今おいくつですか？今24歳です。24歳、はい、その脱アイドルおっしゃってましたけど、なんか職歴とかってあるんですか？はい、20歳の時にアイドルグループに入りまして、オーディションを受けて、でそこのアイドルグループが2年で解散しまして、元アイドルというものがずっとつきまとうって言い方はおかしいんですけども、まあ、ずっとあるので、もう歌の人として活動して世間に認めていただきたいと思ってます。はい、それでは僕から
結果を発表させていただきます、はい、福田さん合格です。ありがとうございます。はい、あ、よかったです。はい、あの本当に元アイドルと言われなければ、はい、あの僕はいわゆるこうソロシンガーとしてあの修行されてる方なのかなって思いましたし、はい、でも多分、ね、アイドルをされてたってことはこうダンスとかもいっぱいされてたんでしょうけど、はい、そういうなんか体に染み付いたビート感みたいなのがちゃんとこう音に乗って伝わってきたかなっていうところもあって、はい、全体としてはすごくあの僕はいい音楽というか歌だなというふうに聞かせていただきました。はい、ありがとうございます。でもボーカリストとして歌うことを心がけてくださいね、うん、元アイドルは今日でさよならしてください、はい、で、はい、うん、次のステージも待ってますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました、はい、いや、本当にでも、ね、いや、よかった。めちゃくちゃどうでした本当に。いや、やっぱり、うん、こんなことで上がっていてはいちいち上がっていてはいけないんですけど、やっぱ上がっちゃって、うん、緊張しちゃったんでやばいと思ったんですよ、うん、なんで、よかったです。続いての挑戦者は今日はこの1分のために徳島の田舎から夜行バスで10時間かけてやってきました、悔いの残らないように次のステージに進めるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。探して悲しくてどこにいるの抱きしめてよ私はここにいるよずっと。ありがとうございます。ご職業は、携帯販売店で店長をしています。あ、なるほど。ボーカリストとしてやっていきたいっていう思いはあるんですか。はい、あの気持ちとしては、はい、あります。なるほど、わかりました。はい、じゃあ、私から結果をお知らせいたします。松浦さん、残念でした。あの徳島からねわざわざ来ていただいてっていうのがありますけれども、はい、でもあのまだコントロールしきれていない印象を持っちゃったんですね、はい、声を。だからビブラートもかかってるし音程も取れてるように聞こえるんですけれども、やっぱり本当にそうなのかっていうとまだちょっと甘いかなっていうところがあると思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。やっぱり緊張しますね。自分なりに今日何点ですか。でも100点。100点です。